ハエバル、ハエバル町のミニデイサービス利用者交流会が21日、ハエバル町総合保健福祉防災センターちむぐくる館で開かれた。舞台発表では、キャン、神里、大名、金本ハイツのミニデイサービス利用者が体操や踊りを披露し交流を深めた。キャンのがじ丸会のメンバー17人は、キャン音頭を30年ぶりに披露した。キャン音頭は1953年に、同区の赤峰清さんが与那国小唄に言葉をつけた。南部地区婦人の首長大会や87年の解放国体で踊られるなど区民に広く知られていた。しかし87年以降は、体制の前で踊られることはなくなっていたという。ガジ丸会の中で、キャン音頭を引き継いでいきたい、との声が高まり、87年の振り付けも担当した赤峰秀子さんに振り付けを依頼。年齢に関係なく踊りやすい振りに変えた。歌詞には戦後、琉球かすり、かすりの産地であるキャンで、女性たちが機織りやミシンで復興を目指してきた様子が歌われる。メンバーは2ヶ月ほどの練習の成果を十分に発揮し、笑顔で歌い、踊り切った。ガジ丸会の玉江典和会長、70は、この歌がキャンの支えで誇りだった。またこの歌で踊ることができて最高の気分だ、と話した。ミニデイサービス利用者交流会には450人が参加した。交流会では90歳以上の利用者40人に、ハエバル町から表彰状が授与された。表彰された金城善太郎さん、93。イコール町監査とイコールは、楽しかった。気持ちがいい、とにっこりした。